まあ、ゼロではない。ゼロないですけど。なるほど。いるのね。でね、出てくるよ。本当にすっごい持ってる。そんなの、俺そんなイメージなかったんだけどね。いや、あるある。すごい、そんな嫌なやつなんだ。いや、もうだから、不満がすごいのよ。不満の方。そうですね。なんか最近腹立ったことある、ちなみに。最近腹立ったこと、うん、すごいある。なんか、まあ、相方ですかね。相方？うん。あら。相方がちょっと、なんかお笑いから遠ざかってるという。ん？最近瞬間がある。あ、遠ざかってる？はい。なんで？なんかこう、まあ、やっぱもちろんキリンとして、漫才でこうね、うん、あのテレビ出させていただいて頑張ってるんですけど、なんかちょっと、最近、田村さん、お笑いより好きなもんが見つかってしまってね。あ、そうなの？はい。あ、何やってんの？バスケ。バスケ？バスケをやってるってどういうことだって、バスケはだって。今、ほんまに、これ誇張なしで言いますけど、マジで週8でバスケやってる。誇張なしで？誇張なしで週8？誇張週8で。水曜日ダブルドリブルですね、もう。ダブルドリブル。水曜日はもう両手でついてるんじゃないかっていう。本当？はい。へぇー。ハマってんの？ハマってると、昔から好きやったんですけど、まあなんかいろいろ、まあ本が一発バー売れたりとかして、うんうん、で、なんか今ちょっと一旦落ち着いた時に、うん、なんかそばにあるもんがもうバスケットボールしかなかったんですって。優しくなるほど、なるほど。かっこいいね。個人だね。みんな離れてきたのに。でも、この間もルミネの出番にもうブルズのユニフォームで来ましたから。面白いやもん。ジョーダンよりバスケ今やってるんですよ。そうだね、今のジョーダンがやってるね。ちょっと俺としてはやっぱ漫才もう一回頑張ろうという気持ちがあるんですけど、そうなかなかちょっとこう一緒にやってくれない。これはちょっと、まあね、人に言うことじゃないかもしれないですけど、ちょっと腹立ってる部分ありますよ、そりゃ。ラップで言いたいね、本当は。それね。ラップで。うん。バスケばっかやってんのよ、つって。うん、あ、やっぱ向こうほら、その、バスケだからラップで行った方が多分、すんなり入ってくるんじゃない？ああ、なるほど。まあ相性悪くはないでしょう、ね。相性いいでしょう。まあまあ、そうですね。ラップとバスケって。応援とかありますから。うん、それもいいね、今日作っておこうか、じゃバスケラップ？だから、その、相方にさ。不満だ。そのバスケやってるっていう不満を。まあ確かに直接言うとちょっとトゲがある、これからのね、キリンとしてのあれもありますから。そうでしょ。ラップで言った方が、うん、今コンビでさ、はい、もう芸歴十何年 ?16 年。6年だと、お互いさ、はいはい、楽屋とかでさ、はい、お前もうちょっとこうした方がいいんじゃないのとかって言わなくなったじゃん。正直ちょっと会話は、まあ別に裏側悪いわけじゃないですけど。ね、でもしないよね。はい。詰まってるとね。昔は知ってたよね。うん、めちゃくちゃ。番組収録終わった後とかに、うん、まあそこはさ、お前やって返した方がよかったよとかさ、こうしようとかさ、なんかね、うん。お互いね。お互い言ってたじゃない。やってました、うん。確かにね。相手の不満って、はい、楽屋で回収してたよね。まあそうです。その日で終わりという。うん、そうだそうだ。でも今はやっぱりもう言えないから。確かに。言える方法ってやっぱ唯一ラップしかないのよ。そうだね。相方に言うのって。俺も大体お気に入りの時はラップで言うから。最近ラップになってきたね。うん、はい、いや、大体。最近なんか言いました最近。おぎさんに。結構言って。ラップで注意しました、うん、ラップ。よ、おぎ。よ、そのお腹はなんだお前のウエスト96。俺のウエスト83よ。チャイチャイしてるだけだよ。かわいいおぎ、かわいこちゃん。ディスりもないよ。ラップイチャイチャイ。あ、そうなの？だこういうことよ。まあまあ、普段からこういうやれるのかというのはそれは嬉しい。いや、でもラップで難しいんで。ね。うん、できないの、本当に。うん、言ってみちょっと、その、ラップで。ラップで。はい。うん、ラップ。はい。お、終わりました。終わりました。これがあるのね。あ、この機械があって。どうなんだって。これね、ラップの締めの時にドン、うん。ドンってやっていいから、とりあえず、田村への、その、不満を、ラップで今、言っちゃえばいいのよ。うん、はい。田村いると思って練習よ。うん。ちょっと、じゃあ作っていただくという感じで。うん。わかりました。はい。うん、今、できる？今。はい。よ、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 おい、相方、田村、ホームレス中学で一発当てて、てめえ一発やって言われてるけど、今もうみんなから一冊やって言われてるぜ。本屋みたいなあだ名つけてもらってんじゃねえ。バスケばっかして、トラベリングばっかしてんじゃねえ。じゃあ旅に行け。じゃあトラベリングしろ。おぉ、何よこれ。ほんとにインフムやる。インフムなんてすげえよ。やってた？スラップ。そう、え？僕何やっても75点も取れるすげえ。それが顔しかない。すげえな。さすがだね。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
おぎやはぎのメガネミーキー。今日はね、不平不満メールを募集してますから、うん、ちょっとメール読みましょうかね。はい。そうそう、その前にさ、ここに書いてあるんだけどさ、うん、はい、カリスマ .com ってラジオすごい好き。雨上がりさんとかバッファローゴロさんにネタ送ってたことあるんだ。あ、私？うん。あ、そうですね。もともとあの、川島.com ね。川島.com の方です。あ、川島.com、今何ですか？カリスマ.com。カリスマ。あ、カリスマの方に行っちゃった。うん、川島.com の方。川島.com は、うん、そうですね。もともとラジオを聞いてこの世界入ってきたという人間なんで。そうなんだ。あ、そう。はい、そうです。科学職人。科学職人でした。京都で、いわゆる KBS 京都という局で、その時、うん、まあ、今ほど、まあ、と、行かれてなかった甘やがり消したいさんと、バッファローゴローの二人が二組で、やっておられたんですよ。はあ、天然素材の時に、うん。で、それを聞いて、うわ、なんでこの、楽しい世界なんだ、素敵やなと思って、そっからハガキ出して、この人を笑かしたいみたいな感じで出してて、うん、そっからですね、この世界に本当に入りたいなと思ったのは。はぁ、あ、結構、結構採用されたんだ、じゃあ、その、笑、うん、笑ってほしいとか、うん、そうね、自信があったってことだよね。そういうのあんだな。で、一枚も呼ばれなかったですね。え？は？そこでは。一枚も読まれなかったの？一枚も読まれなかった。センスゼロじゃん、もう。これ。一枚も。ちょっとなかったんですその時は。なんかまあちょっと大喜利コーナーみたいなあったんですよ。ほんで、うん、で、僕、住んでたとこが宇治っていうね、ちょっと田舎やったんで、うん、はいはい、京都の、うん。で、これ田舎すぎてハガキ届いてへんのかなと思って。あまりにも読まれないから、ね。あまりにも読まれへんから、ね。自分の中で面白いと思ってんだから。そうです。ほんで、まず届いてるかどうかっていうのをちょっと確認したくて、他の曜日、芸人さんがやってない、声優さんとか、なんかいわゆるちょっとアーティストの方とか、ね、はい、そういう方がおるとこに、なんか普通のおハガキとかを、うん、まあまあ、嘘みたいなエピソードとかバン送って、うん、それでなんか読まれたんで、あ、届いてはいるね。なるほど、なるほど。届いた上で選別されて、ボテになった。なるほど。で、どん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 それで読まれるようになったから、そっちばっかりにハガキ出すようになって。読まれた方が嬉しいから。読まれた方が嬉しいから。ね、そりゃそうだ。読まれないと嫌なんで、だから朝7時の俳句の番組とかもバンバン出しましたね。ハガキを。俳句の。ずっとじゃラジオ聞いてたってこと？そのラジオしかなかったんですよ、僕らが。ああ、そういう世代だっけ？学校から帰ってもずっと。なんかトランジスタラジオ聞いて、やってて、うん、だから、もうハガキ出して。だからようわからん、毎週ようわからんおじいちゃんのテレホンカード届いてましたけどね。俳句の番組の。すごい。いや、すごいね。でも芸人の出すラジオにさ、あ、芸人のやってるラジオにハガキ出して一枚も採用されなかったのが、ここまで来るんだから、あれだね、はい、今聞いてるハガキ職人の人とかからしたら、はい、すげえ、励みなんだね。そうですよ、本当に。バンバン。どうなるか分かんないね。分かんないですね。だから、うん。うん、別に、本当にこの世界入ってからも、ちょっと、ラジオ聞いて、TKO さんのラジオにハガキ書いたりとか。してたの？芸人になってからも？仕事全くない時。それはさすがに読まれたでしょ？ 2 枚。2枚。2枚。あ、でも、徐々に来てんだね、でもね。這い上がってきてんだよ。這い上がったね。すごいわ。まあ、本当ラジオがなかったら入ってないなと思いますよ。ラジオっ子だ。うん、こんなメール来てます。ラジオネーム。朝食夏子。私もエマ・ワトソンやアン・ハサウェイのようなベリーショートに憧れて、マリエと同じ髪型になったのですが、メガネをかけると銀シャリのツッコミの人にそっくりです。ものすごく似てるので、そんなに不満ではありませんが、不平だなぁと思います。うん、先週紹介したメールなんです。ね、マリエ、いて。マリエさんもちろん知ってますよ。ね、あれ、すごい、小学校。あ、なりましたね。ちょっと別人だ、みたいな。見ました見ました、見ました、もちろん。俺たち大絶賛したあれが可愛い。可愛い。可愛い。初めてマリエでドキドキしたんだから、俺、あれで。すごいよね、やっぱりいいよね、ああいう。美人ですからね、まあね。ベリーショート好き。まあまあ、ショートの方が。好きかな。でもほら、でも銀シャリのツッコミ似てんのよ。ちょっと、それ